はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジ、第16回やっていきたいと思います。前回ですね、六翼の胎児の鍵を手に入れて、で共同墓地まで戻ってこいって言われたんで、多分ここですね、六翼の胎児の鍵を使うところがあるんで、この先へ進んでいくと思います。あれ、ここら辺の扉って何で開けられるんだっけ。まあいいや、ちょっと行ってみましょう。あいつのディスウェイは鹿として一旦広場に来て墓地へ向かってるけど、さて、まあまずは、お強そうだ。これはげなんだ、いつの間にすか。ちょっと待って、あいつ逃げちゃってるけど、オッケー、ショーはここからだ。俺のショーを見せてやる。羊狩り、いやこれ羊ヤギあ、めっちゃ書いてあんじゃんローズちゃんを待たせるなよ。あいつ多分なんかその得意能力持ってたから、あれで作ったんだな。一生懸命作ったわけではないと思う。開けらんない。これなんか鍵ってわけじゃないんだ。多分能力で作ってると思うんで。でここが一旦ちょっと拠点になってるんで、なんか変わってないかだけ見るけど、変わっ、え、なんか落としなかった、声しなかった。まあいいか。でここがいけて、ここも結局どれだっけ。あ、そうだよね、向こう側から施錠。その向こう側の意味がわからんよな。向こうとかなくないっていう。あれ、あとさ、なんかバルブハンドルのところってさ、こっちの方なかったっけ。これクランクか、クランク橋、クランク橋はでもまだ行かなくていいのかな。ちょっと気になるな。行っておいた方がいいのか。行っておくことによってなんかアイテムが手に入るんだったら戻りたい気もするけどな。鍵を外した、先行こう。グッドラック、せいぜい頑張りな。手約すんだ。こっちがちょっとなんかありそうじゃね。マジで、え、こっち行くの。え、ちょっと待って待って待って、こっちじゃないの。え、どっちだ。なんかどっちからも行けんだけど、ちょっと後ろにいるかどうか。後ろではない。クイックターン、クイックターンどうやんだっけ。え、どっちからも行ける。あれ、なんかこっちも宝あるしね。禁忌の森、どっちだよ。え、あ、なんだ、ぶら下がってるだけか。完全にこう繋がってるわけじゃないな。こんなんかある。ハーブ、え、ハーブなんかすげえ久々に見た気がすんな、ハーブとか。回復薬はハーブが必要だ。ハーブでも5個持ってんのか。ちょっと1個は作っておこう。てか2つ作っちゃった。3つ持ってんじゃん、1個使おう。なんだ、どこにいた。買おう。ってか、ここは取らなかった今。よしよしよし、800円。当たってない、顔には当たってんな。クアルンダが一番ダメージ食らうんだよな、多分。連続必要。あ、上にいるな。もうちょっとね、足を決めるのがいけないか。一回間合いを取る。 OK、 また声する。
いっぱいいる。これどう？くそ。こいつマジで全員倒した方がいいのかどうかっていうのは微妙だよね。これさ、ちょっと待って、超厄介だな。横にいなければいいや。俺のスナイパー力見せてやる。痛い。くそ、相打ちだったか。微調整ができん。ショットガンの弾がない。あの近くに行けば勝手にさ壊れるからさ、ナイフをセットする意味ないんじゃないかって思い始めてる。あれ、なんかあ、この先か。地下に眠るなんとか。壊して、パーツを当てて、ただ何だったか分かんねえ。これは多分まだ取れないんだろうな。この樽が気になるけどさ。地下の、砦の地下だからね。これ破壊してどうにかなるか。どうにもなんなかった。あの宝箱結構見落としてるからな俺。一応なんか砦ではあるんだね。すげえ出てきたんだけど、どうやって対処するか。本当は一発でぶっ殺したい。よし、嘘、外した。痛い。ちょっと待って、かっこいい。見えないんだけど。薬使おう。あ、来てる来てる来てる。ここはやっぱショットなんだよな。火力が違う、やっぱり。あ、ここにもでもこれがあったのか。ハンドガン、弾めっちゃあんな。あそこにもある。ん、なんだ、行けるところが結構あるぞこれ。スナイパーライフルの弾、え、何、どこに残ってた。ここに残ってた。これは、あっちもやんなきゃダメ。むちゃくちゃ来てんな。あそこの樽を誘導したいけど。最後だ。いや、これマジか。あれ、よし、無駄にした。いっていって、弾がねえじゃねえかよ、いつの間にか。うお、マジか、これやばい。やべ、食われる。大体さ、あの樽、上にある樽をさ飛ばして意味があるのかどうか。すげえ。ちょっと、どんなんだ、どっから来てる。マジで仕方するべきか。
スライパーでいく。打ち抜く。違う違う、あれを食ったら多分矢を食らってんだな。とかに行こう。この上にいればさ、やつがさ一体一体さ登ってきてさ対処していくっていう。連射が効かん。ちょっと待って、もちろん勝とうも死んだが俺も死にそう。すげー出てくんな。これやっぱシカトした方が良さそうだな。これ要は上げててか下げて、ちょっと待って近すぎねやばい、ちょっと作ろう。2つ作って、ちょ3つ作っちゃったよ。罰がさ決定だからさ未だに間違えるんだよね。使って飛び降りられる、飛び降りられんな。結晶の頭蓋取って、あそこにアイテムがあって、あとなんだ、あとどれだ、あと1個足りねえ。どこだ、もう1個か。追いつかれた。地雷みたいなのあったよね。地雷置こう。地雷装備する。はい、来いバカだ。誰か踏んだな。いや誰か踏んだのはいいんだけど、ちょっと待ってこれ降りすぎだな。さすがにこっちにはないと思うぞ。ハーブ、ハーブがあったけどどこに、どこに。近畿の森まで戻ればやつら来ないとか、そんなことないよな。いや来ない、戻ってったんだけど。こっから登ってかなかった、あいつら。俺は登れない。あれってか逃げてった、逃げてったな。薬液、え、どこにあんの超謎なんだけど。そして平和になった。帰ってったなあいつら。ゆっくり探すか。ちょっと待って、また来る。たま一発使ってハンドガンだけ取ろう。あれ、あ、なるほど時間か。じゃあシカト森の砦で開く。早速箱とセーブポイントがある。でショットガン、パイプ手榴弾、一応セーブしよう。どこだ、ドミトレスク城はもう全部あれだからな。でそうするとちょっとね、ナイフ多分左に置いとく必要ないんで、ショートカットの左に登録しよう。これをで OK でしょ。で弾だけちょっと全部1回2発しかない。ショットガンじゃなくてスナイパーが17発くらい、これ1個しかねえや。行こう、これで。ん？あそこにも箱がある。あ、スクラップ A、 ハンドガン、ハンドガンじゃもう対処しきれないんだよな。ってこっち、ってかさマジでここ気になるんだけど。人食い鬼の略奪品、そしてまだ
アイテムがあるっぽいけど、あ、でもまだ上が続いてるからな。こっち。やつらの巣か。いやー敵多そう。いやすげえ敵多そう。そもう声がする。タルガスの狩り結構あるかな。ほら開け。こっちにも来るか。これ下降りられる？降りられんね。ショットガン入ってある。でどこへ行けばいい？ちょっと待って、わかんない。下に降りてしまったらもうあれか、上に登れないか。金、あいつを助けた金か。ここから行けそうだな。あそこか。もうちょっとで、こっちどうやっていくかだよな。ここがセーブポイントになってんの。じゃあここはもうやっぱショットガンでガッツリ行こう。お前もない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 んだよ。もうそう、薬液なんかいろいろ取る、いろいろ取るけどいっぱいいる。逃げろハーフで、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 あれこっちから来たのか。こっちから来たんだよ。だからあいつらこっちまで来る？あっち行けばいいんだ。まだ倒れてなかったか。落とされるわけにはいかない。で結晶薬液、登れ登れ。これはなんか弾だけど、金、ちょっと待て、これなんだ。金、また時間制がすぐ全員倒さなきゃいけないとかある。パイプ手榴弾も何個かあるかなって言ってもそんなに多いわけじゃない。地雷だよな多いの。さてどうするか。パイプ手榴弾めっちゃあんな。こっちにもあったわ。ちょっと一回おびき寄せて。なんか全然当たってないっぽい。パイプ手榴弾普段使ってないから使い方が微妙。850円。あでも倒してはいるか。意外に爆発するのは早いからね。ちょっと待って待って、もうさすがにもったいない。お、クリティカルヒット出たっぽい。いや本当にどこ行くのこれ。あ、アイテムはもうない。いやないっす、もう弾がないっす。スナイパーライフルでなんとかするしかない。くそ、やっぱ頭狙わないとちょっと倒しきれないな。回復回復。マジかよ。外した。え？
どこ？あ、ここなんかあるな。こう来た。あ、で、ここか。なんかすげえ弾を無駄した気がする。金は手に入ってみる。この先もいるか。来てん、めちゃくちゃ来てんな。マジか。このデカモスが。え、いやもう無理ですよ、これは無理ですよ。来た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 。それこそパイプよ。で、ちょっとパイプをもう一個、もう2個、パイプ無駄使いしすぎた、最悪だ。任せろ。節約だ。どこだ。まだ生きてる。てか、すげえ。でも わかんねえ。いや、安全地帯に来たけどさ、弾が完全になくなったわ。ここのアイテムはなしか。え、ちょっと弾25発いつの間に手に入れた。2発込めとこう。ちょっと待って、またいる敵。ただスクラップ系はすげえあるからね。声がすんな。手榴弾のちょっと無駄遣いをしすぎた気がする。もう手榴弾なくなっちゃったからね。でもあそこで使ったのは正解だった。あと仮面の男が来たところなんかいいんだけど。ここであいつらが生成されるのかな。アイテム回復薬直接くれた。いや待って待って待って、またすげえあるんだけど。弾が2発、これ13発か。フレラン多分1発ずつだよね。ちょっとセーブしてから行きますか。こっち側。あそこにアイテムがあるけど、またさ、なんか広いとこに来たよな。これ壊して取って、かなりまずい。いや、ま、マジか。いや、手榴弾、手榴弾プリーズ。いって、いや、こんなやつさ、ハンドガンじゃ対処できねえだろ。ちょっと待って、ショットガン2発ぶち込もう。直接装備は。しかし、ん？どこだ？わかんねえ。上に来たか。隠れる。ちょ、待て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 。いった、叩き潰され。今なんかがあったな。なんか使えそうな。全然薬液とかじゃねえかよ。スナイパーがちょっと狙いづらいな。4発か、ショットは。壁を、え、なんだ、そんなんある。危ねえ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 。もうハンドガンでどうにもできねえだろ。逃げろ。あれ、どこ行った、行ったか。
マジもしかして呼ぶ？来た。最悪だ。これ最悪だな。痛い。死ぬんだ。パイプシルだ。くれくれ、これは薬液。やばい。うお、外した。頭直撃いった。ここは相手のさ、攻撃さ、敵に当たってる。いやー逃げられん。パイプ手榴弾を装備しよう。何個？2個か。当たってんな。外した。おー、やばい。追い込まれるところに行くのはちょっとまずいな。ガンパウダー、薬液。ガードがさ、どれほどの役に立ったんだよ。いったそう。あー倒した。ジャイアントキリング、すーげえ弾使ったわ。邪魔よ。巨人の鉄槌みたいな。いやきつい、ほんときつい。結晶洞窟みたいなところ、結晶の塊、アイテムがある。なんだ、どこだ。上とか眠ってっかな。帰れる。あ、一応帰れるわ。いや、どこだ。じゃあもう光ってるからさ、どれがどれだか分かんねえんだけど。まあいいや、行こう。で、あれで戻ってきて、え、戻ってきて、ハンドガン、ハンドガンで、おお、胴体。あれ、最初の画像じゃん。今も、なかなかやってくれるじゃねえか。見応えあるぜ。いつまで隠れてる。お前たちを引きずり出してやる。そうがっつくなって。あともう少しで全て型がつく。手を貸してやるよ。だがその代わり。なんだ、言えよ。まず俺のところに来い。瓶は祭壇に収めろよ。そうすれば場所はすぐにわかる。じゃあな、いいさ。クソ野郎。また待ってたのか、こいつは。すべてのフラスコを祭壇に集める。よし、ここはもう帰っちゃってるね。ここだけ気になるけど。で、なんか秘宝を手に入れた。あれ、これなの？なるほどね。ちょっと待って、これ危なくない？ボートに乗るって勝手には言ってくんないでしょ。だってほら、勝手には言ってくんないよ。自分で操作するんだよ。ただ武器は使えないよね、多分。こんなところにアイテムあるとかないね。それはやめてほしい、さすがに。あそこに接舷すればいいか。
ここ自体はどこなんだ。少し見ていかないと、あの二の舞になるかな。アイテム取れねえみたいな。こっち側、え、なんかすげえとこに出てきちゃった。640円、薬液。ん、幻の、あ、なるほど、多分これ食材がここにあるよってことだな、きっと。魚の、で問題はなんか変なやつがいないかどうか。カドゥ移植実験2杯、適合性は低いです。ベルナデッセ死にました。オールチーナ村の人間ではない。適合率は極めて高い。知能低下も見られない。特別観察パイプ。またハンドガン自体はめっちゃ弾があんな。球根地送りってさ、あ、さっきのやつ、でかいやつ。え、やっぱりな、いた。聞こえました。てか引っ張ってんねんかよ。頭っぱね、見てる暇ねえ。アイテム他が分からん。あ、これか、結局取ってなかったわ。あ、これで青くなった、よし。 まだいいの。剣、あの剣欲しい。俺にその剣をよこせ。いや、この剣絶対取るべきでしょう。絶対役立つよ、もうナイフなんかよりさ。でこっから上へ行けますと。あれ、上に行ってさ、もしかして地図的にさ、あ、そういうこと、ここへ出てくるんだ。なるほどね。あれ、なんか今見えた、こっち側から見えるものがある。じゃあちょっとデュークのところへは戻りましょうか。ちょっともうだいぶ広くなってきたけど。これで一周、じゃあこっちはって話だよね。一食い鬼の略奪品。で結局でもここも開いてないっちゃ開いてないからね。一回デュークのとこ行こう。いや、ドミトレスク、あ、ドミトレスク城か。戻ってきたぜ。生きて再会できるとはこの上なき光栄です。でショップを見てから終わりにしよう。まずアイテム購入。閃光弾のレシピ、パイプ手榴弾、結構ちょっと重要になってきたかな。作れるようにはなったもん。地雷どうなんだろうね。で回復薬はもう買えるだけ買って、ちょっと待って、これも買えるだけ買おう。弾重要で、ちょっと待って、なにこれ、いらない。これはさすがにいらない。パイプも買っておこう。お、素晴らしい選択。何個買えるこれ。レミのやつはいらない。あと下はもうあれか。え、閃光弾の合成とかいる。物資の確保は何よりも重要ですよ。これカスタマイズだって、こっから先いけないっしょ。間違いありません。これが呼べんだよな。187,000円か。これちょっとやっとこう。装填速度15,000円か。でアイテムを結構売ってないから、この程度ではいらないの売れるだけ売ろう。12個
これも別にいいでしょ。でこれも広角換金アイテムだから売っちゃう。ここら辺がもう無理だな、取り逃してんだろうな。頭しかないから、頭と首飾りをつける、そんなわけなくない。まあいいや。ああデュークに銃を向けている。いや一応ちょっと見てみるか。これ組み合わせできねえわ、やっぱり。はい、取引でした。物がない。というところで、じゃあちょっとここに戻ってきたんで、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。